ご機嫌どうでしょう。いや、さあということで今週も収録でお届けですということなんですが、今日はね、はい、ロケに出ます。はいはい、ちょっとしたロケです。ちょっとしたロケしかも2人の趣味爆発のロケなんですけれども、はい、今日実は私たちちょっとおしゃれをしてきてまして、まあ、このジャージ着てるんでちょっとあんまり分かりにくいんですけど、はい、2人で実は共通で好きな YouTuber さんがいらっしゃいまして、はい、せーの、あさぎにょちゃんでございます。はい、最初でも私がハマってたのかな、もしかして。私も全然そうですよ。そう、私が好きで、あさぎにょちゃんほら可愛いでしょって言って、ごはんさんも可愛いねって言ってくれてたんですけど、うん、ある日、とあるある日から突然ごはんさんが、あさぎにょちゃんの動画最近よく見てるんだけどさって、めっちゃ一緒にハマってくれてるんですね。見出したら止まらなくなっちゃったんです。いや本当にね、可愛いんですよ、うん、なんかね、いろんなテーマで乗っけてるんですけど、やっぱファッションとかが多いですかね。ファッションとかコスメが多いんですけど、うん、あの自分でブランドを立ち上げてまして、ポピーっていう ね、はい、ブランド立ち上げてまして、で原宿にあの店舗オープンしたんですよ、うん、つい最近でもないか、1年ぐらい経つか、1年ちょい経つか。最初は店舗はなくって通販だけだったんですけど、お洋服屋さんね。そう、お洋服屋さんね、うん、そうで、最近になってその店舗立ち上げまして、うん、そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ。今日もねしてるんですけど、これあさぎいのちゃんのイヤリングです。可愛い。このスカートもあさぎいのちゃんなんですけど、可愛い。はい、今日なんかちょっとおしゃれをして、で、あさぎいのちゃんがその毎回シーズンごとに新しいお洋服出してるんですけど、そのお洋服を撮るためにそのお店の壁を借りて、すごい可愛いね、なんか壁になってるんですよ。なんかお花とかが散ってるね。外壁？うん、外壁をね、そう、外壁をすごい可愛くして、でそこでその自分のブランドのお洋服のモデルさんに立ってもらって写真撮ったりしてたんですけど、ビジュアル撮影ね、うん、そこをなんと一般開放して期間延長して、みんな撮っていいよってしてくれたんです、アサギちゃんが、うん、そうだから行かないってご飯させていいよって言ってくれたんで、これから行こうと思います。そのお店の近くなんですよ。お店も見せたいけど、平日は空いてないかな。今日平日だから、ね、平日やってないんだ。そう、お店ね平日やってない。しかも予約しないといけない、うん、絶対なので、そこも連れて行きたいんですけど、私はもう一回行ってるんですよ。いいなぁ、ぜひ行ってほしい。本当可愛いから、お店も超可愛い。もうアサギーヌちゃん世界観、置いてあるもの全てがね、そう、それを買い物してった動画も見ましたけど、うん、すごい全部可愛い。可愛いね、花瓶とか。そうなんですよ、ね、ということでちょっと2人の趣味全開の動画になると思いますが、うん、お付き合いください、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう、はい、せーの。よくわかったね。いつもじゃん。いつもか。いつもじゃん。でも原宿のど真ん中でこれできないで、うん、できまーす。まだ続いてきました。イエーイ、出てて。アサギーニョのポピーの、かわいいね、イエーイ、お花なんですよ。色もかわいい、めっちゃかわいいね。ここで朝ゲームを撮影したわけですね。ここにいたんですね。はい、私たちも。すごいね、なんかこうやって見るとさ、こういうものがさ、全部かわいく見えるよね、こういう。なんかね。ね、こういうやつ。あえてのね。いいね、これずっと残ればいいの、ね、これがなんと、もうすぐなくなっちゃうと思って。来ましたよ、我々。どうやってなくすんだろう。ね、確かに塗り重ねるのかな。でもさ、ほら、こっちもなんかさ、ね、すごい、かわいいって。かわいい、うん、山本愛子さんの作品ですか。うん、みたいですね。お祭りですね。お祭りですね。ここで写真撮影をしていこうと思います。じゃあ、バキュン。
せーの、バキーン。アクゴハー。